はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。今回は、ボールを打つと肩がすぐ痛くなってしまうのですが、何かおすすめの対策方法はありますか？という質問にお答えします。この質問はね、YouTube のコメント欄にね、いただいたものなんですけども、私の方でもね、回答はさせてもらったんですけども、私も高校生の時にめちゃめちゃね、肩が痛くて悩んだ時があったので、そのね、対策について解説したいと思います。私の方からまず案内したのは、基本的にはまずはお医者さんに行って、肩のなぜ痛いのかっていう原因を調べてもらうのが一番大事だと思いますね。やっぱりね、何かね、すごく重大なことがあって痛い場合があるので、そしてね、ずっと無理して続けてて、後々ね、取り返しのつかないことになりかねないので、基本的にはまずは病院に行ってみてもらうっていうのが、痛いんであればね、おすすめします。私の場合は、病院にも行きつつ、やっぱり肩を休めると、ある程度その痛みっていうのが引いたんですよね。1週間から10日ぐらいの間にね、スパイク打たなかったりすると、ある程度肩が休まるので、その間隔を空けた後にまた練習をすると、肩が痛くなくなってるっていうのがあるので、ちょっと肩をね、使いすぎてる可能性があるので、ちょっと休めると、もしかすると痛くなくなる可能性もありますね。で、次から対策なんですけども、私が肩が痛いっていう時には、よくね、アップしないで、スパイクとか打つとめちゃめちゃ肩が痛いんですよね。体を温めないと。ただいきなり、わかんないですけど、休憩が終わりました。で、すぐ試合になった感じで、で、いきなりスパイクを打つと肩がズシーンっていう風な感じで、めちゃめちゃ、痛重いみたいな感じで、肩がもう上がらないみたいな、動かないみたいな感じの痛さが来るんですよね。体がアップしていない状態で、スパイク打ってしまうと。肩が痛いっていう人なんですけどね、肩が痛いっていう人は、やっぱりしっかり、体を温めたり、肩をね、しっかり動かすか何かして、運動しておかないと、やっぱり肩がね、いきなり急に動かすので、痛くなるですよね。なので、私の場合はしっかり、ちゃんと、汗かくぐらいアップしてから、スパイクを打つと肩がそれほど、すごく痛い時よりは軽く痛い感じで、済んでいたと思いますね。で、次最後なんですけども、これはかなり効くんですよね。これはめちゃめちゃ効いて、よく私のブログでも紹介してるんですけども、サロメチールっていうチューブの、何色だったかなんか赤だったかオレンジ色のチューブがあるんですけども、その薬を塗ると、塗った部分がめちゃめちゃ熱くなって、もう痛みを感じなくなるんですよね。体が冷えてる状態で塗ってもあんまり効果なく熱くはならないんですけども、しっかりね、アップした状態で、体が熱い状態でサロメチールをその痛い箇所に塗ると、もう塗った箇所がジン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 してきて、ここの辺が熱いみたいな感じで感覚になるので、いくらね、スパイクを打っても痛くなくないんですよね。なので、私はどうしても肩が痛いっていう時には、サロメチールっていうのを塗って、痛みをなくしてましたね。なので、それが、対処方法っていうか、私がどうしてもね、部活を休めないし、すぐ練習をね、したいんであれば、基本的にはサロメチールっていうのを塗って、痛みっていうのを感じさせないようにするといいのかなっていうふうに思います。で、これ、サロメチールっていうのは、薬なので、よく成分が分かんないんであれですけども、しっかりね、その内容を見ていただいて、ちゃんとね、しっかりご自身で判断して、もしね、肩が痛い方は塗ってもらえればいいと思うんですけども。で、一つ注意点があって、サロメチールを、塗りますよね。練習とかで塗りましたと。で、家に帰って熱いお風呂に入ると、その熱いお湯に入ると、その塗った箇所がめちゃめちゃじんじん熱くて痛くなるんですよね。なので、塗ってすぐ熱いお風呂とかに入ると、なんつうんですか、塗った箇所がめちゃめちゃ熱くて痛いので、それは、ね、気をつけた方がいいのかなっていうふうに思いますね。サロメチールを塗るっていうのもね、騙しみたいなものですね。塗って治るのかもしれないですけども、ちょっとどういった効果があるのか私わからないんですけども、塗ってもらって、
治りはしないと思いますね。私は痛さをなくすっていう感じで私は使っていたので、そういった感じです。もしね、痛すぎてどうしようもないっていう場合にはサロメチールっていうのを塗ってもらって痛さっていうのを和らげてもらった方がいいと思いますね。あともう一つですね、忘れてました。匂いがやっぱりちょっときついんですよね。その塗ってる人は分かっちゃうんですよね。あ、この人サラメチール塗ってるなっていうのが分かるぐらい匂いがきついので、もし匂いに敏感な人だったらちょっときついのかもしれないですね。はい、じゃあ今回ですけども、ボールを打つと肩がすぐ痛くなってしまうんですが、おすすめの対策はありませんかっていう質問にお答えしました。はい、この動画でもし質問等々があればね、コメント欄にお願いします。あとバレーボールに関してね、何か質問があればね、コメント欄に記載いただければ私の方で回答していきたいと思います。この動画が良ければ高評価ボタンお願いします。チャンネル登録をされてない方はチャンネル登録もお願いします。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。